15秒筋トレを行ってすごく不安になっていると思います。これで本当に効いてるの？そうですよね、不安に思いますよね。ですが今までのトレーニングを思い出してみてください。グッ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 とやってますよね。この状態であなたは変化しましたか？なかなか変化しませんでしたね。ちょっと疲れてます。体が疲れてやってる気分にはなってますけど、体は変化しなかった。例えばあなたが自宅へ帰宅した時にドアを開けてスイッチを入れる。そうすると明かりがピカッと光りますよね。これをオンオフオンオフ、ピカ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 しますか？これをトレーニングで同じことをやってるんです。15秒筋トレはここです。ピカッとオンの状態を続けてるんです。だから明るく過ごせる。ピカ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 しても一瞬なので暮らせませんよね。明るく15秒筋トレは一番効いてるポイントで15秒耐えます。だからこそ神経がつながり、そして筋肉にも効いてるんです。無駄にやったところであなたが狙ってる部位に効かないんです。だからあなたは体が変わらなかったんです。週2回10分だけこのトレーニングを続けてみてください。あなたの体は思ったよりも変わってます。